ゃらー。はい、どうも皆さんこんにちは、ピシマイです。今回はですね、こんな感じですね、ジョーカーを4枚使って、やるマジックなんですけれども、まあ、4枚のジョーカーがこういう感じで4枚のエースに変わるという、まあ、簡単にできるですね、まあ、即席力も高いんじゃないかなというマジックでございます。まあ、この後にですね、4エースを使ったマジックにも使えると思うので、ぜひ覚えてみてください。ということで、キャビカーをこちら。はい、それではこちら側から解説していきます。使うカードはですね、ジョーカー1枚と、あと出したい4カードでございます。で、スペードがですね、一番上だと、まあ、スペードがですね、大きいやつがトランプ的には多いと思うので、一番上にしておくと、まあ、スペードのエースが一番目立つ登場に最後はなりますね。こういう風にまずセットをしておきます。そして指の位置なんですけど、まあ、回し方は何種類かあってですね、まあ、僕が一番しっくりするやり方はですね、こういう感じで、はい、左下に親指、右上に人差し指、そして、人差し指でこのように回転させますね。こんな感じです。あ、逆だった。人差し指でこちら側からですね、こういう風にまず見せて、で回転させます。そして一番上を取ります。そしてまたこういう感じで、これをですね3回繰り返します。そうするとお客さんにはですね、まあ、4枚の A、あ、エースじゃない、4枚ジョーカーが見えたようになります。まあ、実際これエース3枚と、でこちらにジョーカー2枚が、あ、ジョーカーじゃない、ジョーカーとエースが隠れてるっていう感じでございますね。で、最初にスペードのエースがですね、4枚目にいいよっていう時の理由がですね、ここにスペードのエースが来るので、まあ一番目立ちやすいポジションっていう意味でさっき言いました。はい、スペードのエース一番上にして、まあしなくてもいいんですけどね、まあジョーカー一番下にして、こんな感じですね。くるん、そしてくるんと、そしてくるんと。3枚やったら、こんな感じのポジションにして、スナップチェンジをします。まあ、スナップチェンジ自体の解説はですね、過去にしているので、そちら概要欄とかからチェックしてみてください。そしてスナップチェンジをするんですけれども、この3枚をこういう風にずらした後に、上に上げる瞬間にスナップチェンジをして、このような感じでお客さんに見せます。で、こちらの後ろに隠れているジョーカーは、この4枚のジョーカーでカバー、ジョーカーじゃないエースでカバーするっていう感じですね。まあ一流の流れは至って簡単でございます。はい、もう一度いきますね。こういう感じでセットして、くるりん。で、また親指で、こういう風にスライド一番上からしていって、このスライドが3回終わって、ジョーカーが見えたら、まあこういう感じでパチンとやってもいいですね。そしてこのポジションに持ってきて、3枚をずらして、上に上げるときに、スナップチェンジ。で、エースに変えるっていう感じでございますね。まあ原理的にはね、とても単純でございます。まあただビジュアルでかなりですね、すぐできてかっこいいマジックなんじゃないかなと思います。まあただスナップチェンジをするので、まあ角度的にはですね、どれぐらいだ、180度はですね、多分見せれないと思うので、まあ100度ぐらいかな、角度的にはちょっとわからないですけれども、まあ4枚、普通のスナップチェンジだと、1枚だけの裏に隠れるんですけど、これ4枚の裏に隠れるので、まあ、角度的には普通のスナップチェンジよりは強いんじゃないかなと思います。はい、ではこちら側からもお見せいたしますね。こういう感じでセットしまして、こんな感じですね。1枚見せます。そして4枚のジョーカーを使いますと、こういう感じで数えます。よーく見ていくと1、2、3、こんな感じでございますね。で、まあ、こういう風にですね、1枚斜めというよりもこういう感じでですね、まあ、4枚綺麗に見せれたら、まあ、理想なんじゃないかなと思います。あと、ここのね、綺麗な見せ、なんだろう、こういう感じで、インデックスを整えて、まあ、綺麗に見せれるのがいいかなと思います。まあ、そこは、おいおい調節っていう感じですね。まあ、ただですね、こちらは結構角を使うので、まあ、カードによってはですね、滑りやすい、滑りにくい。あとはですね、これから夏になるので、ちょっとですね、汗が出るっていうので、滑るっていう方はですね、まあ、ちょっと気をつけてっていう感じでございますね。まあ、ただですね、慣れれば結構簡単にできると思うので、現場でもね、全然使えるかなと思います。まあ、あとですね、冒頭で言ったように、この後ですね、4エースにした後に4枚のエース、またキングだったりとかですね、まあ、マジックにつなげられるものになると思いますので、ぜひやってみてください。で、角度にも強いので、これぐらいやった後ですね、机とかに置いてデックをこう取って、まあ、実際やってみますけれども、デックをですね、テーブルからこう取って、そしてジョーカーをですね、処理して4枚のエースっていう風に改めることもできますので、まあ、それも結構使える部分なんじゃないかなと思います。
まあ、あと一応極論ですね、デックを持ちながらでも一応できるっちゃできますね。1枚2枚3枚ってやった後にですね、じゃあ3枚がこうずれてる状態なので、この状態でスナップチェンジをして4枚のエースに変えるという感じもできなくはないんですけど、やっぱりデックを持っているのでそこの時点でちょっと怪しさが出ちゃうので、まあ、デックは持たない方がベターかなと思います。ただデックを持っている利点としてはですね、こういう感じですぐにですねジョーカーを処理できるっていうのは利点でございます。まあ、ただね、4枚のエース出した後に机のですねデックをちょっと取って、まあ、ジョーカーを処理するっていうのは全然自然な流れかなと思います。まあ、なのでやるとしたらですね、デックを持たずにやるのがいいかなと思います。一応紹介はしましたけれども、はい、こんな感じで3枚のこう、まあ、最初からこういう風にね綺麗にちょっとディスプレイをしていればいいかなと思いますね。インデックスを綺麗に見せるみたいな、ちょっとこれ綺麗じゃないけど、スースースーとこんな感じですね。そしてまあこういう感じのポジションにしたいので、こんな感じですね。はい、でこういう風に持ち替えるという感じでございますね。まああとはですね、これを処理できなかったらまあこういう感じですね。なんでかなまった、まあ今みたいな感じで4枚のカードっていう風にですね改めることもできますね。だから無理にですねデックを持って処理しなくても、一応こう5枚手札にはあるんですけれども、まあ、4枚見せることも可能かなという感じでございますね。で表を見せるときはジョーカーをもちろん隠してっていう感じですね。こんな感じで、まあなのでそんなにですね、まあ、危険はない手法で、でわりかし簡単にできる 4S プロダクションなんじゃないかなと思います。まあ、あとマジックの演出として一つあるのが、例えばお客さんにフォースでスペードの10を選んでいただきます。まあ、ここ挟まれねえだと、ちょっと出てきますね。で、今の手法を使ってですね、まあ、こんな感じで見せます。ジョーカー3枚を使いますと。で、この状態で、ロイヤルストレートフラッシュを作って、あ、なんか1枚足りませんねって言って、さっき選んだカード何でしたかってお客さんに聞いて、スペードの10。っていうので、ロイヤルストレートがフラッシュ、あ、ロイヤルストレートがフラッシュ。ロイヤルストレートフラッシュが揃うっていうマジックの演出にも使えるんじゃないかなと思います。まあいろんな使い方ができるのでぜひやってみてください。まあ割りかしやれば簡単にできるかなと思いますので、ぜひチャレンジしてください。はい、ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。まああとこれも3枚じゃなくて4枚でやってね、こんな感じでね、まあ4枚やってロイヤルストレートフラッシュいきなり作ってもいいっちゃいいんですけど、マジックの演出的にはですね1枚かけててお客さんの選んだカード最後はですねピースになるっていうのがいいかなと思います。まあ演出はいろいろ考えてみてくださいということで、バイバイ。これソロ確率1000万分の1ぐらいらしいですね。あれもっと低いんだっけ、なんか人生の運全部使えそうで怖いね。まあカジノ行ったことないですけど、バイバーイ。じゃーし、なんだこれ。